はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日はキュベレーマーク2の方を使っていきたいと思います。こちらの方ね、前ちょうどイベントの時ね、なんか忙しかったのとちょっとね、休んでた、何日か、4日ほど ?4 日5日休んでた時 だったんで、完成はしたんですけど、結局使わずじまいだったんですよ。なんで今回、隣の犬が吠えましたね。なかったかな。はい、今回はね、こちらを使っていきたいと思います。バーストシュートでしたいと思ってたんですけど、要望があってね、バーストインファントで行ってくれと。なぜキューベレーでバーストインファントをしなきゃいけないのかという感じはあるんだけど、うまくやれっかな。バーストインファイトで戦うキュベレーあんま見ることないと思うよ。はい、それではね、頑張っていきたいと思います。ちょっとね、ちょっと軽く演習場でちょっと武装の確認だけさせてください。私ね、この機体ほんと1回とかしか乗ってないのかな、1回2回乗ったか乗ってなかったかとか、そういうレベルなんで、2回乗ったんだったかな、1回しか乗らなかったかな、ちょっとその辺覚えてないんですけど、まあほぼ乗ったことないみたいですね。とりあえずちょっと確認だけ。俺がちょっと時間差できるんだよな。よし、オッケー。はい、メインがこのぐらいの感謝が期間だね。よし、わかったよ。はい、素早く演習場確認ね。はい、マニュアルは？ちょっと待って、マニュアル。マニュアルなんかよろけ取ってからのがいいんだろうけど。まあまあやりやすいね。だいたいしっくりいい位置に来るようになってるね。大丈夫。これならいけるかな。あとは、サブで使うとどうなの？いや、使わないね。絶対使わないわ、俺これは。普通にこれでした方がいいな、多分。弾なくなったらちょっと考えるけど。で、あとは問題の、こいつか。こいつをうまく使いこなせるかだな。これ、人に当てたらすごい迷惑だしな。怒られそうでね。なんか初めてっていうか、1回目初めてね、実況外で乗った時使ったんですけど、まあ、味方に当たってしまって、めちゃくちゃ怒られましたからね。怒られるって、後でね、メールが飛んできましたからね。人に当ててんじゃねえ、みたいな。いや、そんなつもりで撃ったんじゃないんだけど。本当はね、こういう形を取りたかったんですよ。逃がさないようにしようと思ったんですけど、その両脇にいた味方に当たったっていうね、もう最悪のパターンだったんで。それだけ気をつけていきたい。当たったらでもごめんなさいとしか言いようないんでね。わざとやるわけないじゃないですか、私が。はい、じゃあ行きます。はい、というわけでぼちぼち、じゃあ出撃となりますんで、マッチング終わるまでね、ちょっとお待ちください。どうしようかな。ネクストボーナスも始まるし、死球エネルギー回復まで時間もあるんで、ちょっと時間を置いてから出撃しますんでね。この辺ショートカットします。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。さあ、それではね、本編の方行きたいと思います。先ほどね、ちょっと待ちましたんでね、地球エネルギー回復まで。さあ、そしていよいよキュベレーマーク2出陣でございます。あ、実況では初かな、出すのは。ただね、ちょっと制約というか要望があってね、バーストシュートが使えねえんだよ今回は。ちょっとなんで俺この機体でバーストインファイトしなきゃいけないの。いや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 、おかしいだろう、これ負けるぜ多分。俺多分嫌な予感しかしないもん。ただでさえね、一斉がないこのキュベレーマーク2、ビームカーテンみたいなやつが代わりにあるんでね、ちょっとやっぱり機体としてはね、この一斉がちょっと乏しいんで、やっぱりバーストシュートがベストだろうという考えがあったんですけど、その考えまあなしでというかね、まあ格闘強いんで、バーストインファイトでお願いしますと、この機体。確かになんか爪みたいなのを出せる強そうな攻撃は持ってましたけど、果たしてそれで戦えるのかっていう。いや、すごいな、敵いるじゃん。これは大丈夫かな、言って。でもリングカーテンの大チャンスとも言える。はい、これで当たってくれれば儲け。はい、当たらないね、当たらない。はい、とりあえず2段階ならさすがに変わってないでしょ。あ、もう一丁。はい、かわしてる。普通にかわしてる。あ、やべ。思ったより運送が早すぎた。とりあえずダウン奪っとこう。とりあえずここで。気がついてない。をしっかり当てる。入って。なんてことしやがる。いやー、参ったぞ。これは参ったぞ。
さあ、これでどうだ、当たるよ、よし、オッケー。しかし、この乱戦の中じゃマニュアルが使いにくい。マニュアルしたら死ぬ、多分。よし、バーストインファイトは溜まった。さあ、結構削ったけど、その目を差し切るほどではない。味方がちょっと来ていないからね。さあ、早めに集まらないと、ダメですね。せっかくのね、あの C でみんな瀕死にしてるのに、ここは攻めないとダメですよ、みんな。さあ、集結してくれ、みんな。なので、C をまず奪うことに専念しますからね。さあ、ここで、しっかりと止めていきたいところ。よし、OK。はい、OK、OK。よし、オッケーオッケー。いいね、いいね。ここも奪ってバッチリだよ。最高だよ。さあ、行くぜ。ここだ。当たらない、当たらない。よし、オッケー。あー、弱えな、やっぱりビームの威力が。よし、ナイス。さあ、しかし私の要望されているガーツインファイトを使って敵を攻撃する、これができていない。いや、この機体で格闘するっておかしいだろ。そんな不思議なことできねえよ。来るかな。狙えたら狙ってみは見るけどさ、ここ当たんない。ちょっと距離が届かなかったな。まあ、制圧に走られる前にしっかり押さえていきましょう。さあ、そして C が逆にこのバーストインファイトチャンスに入るんじゃないですかね。そろそろ行ってもいいような気がする。いいか。いや、でも B の人を押さえておいた方がいいような気もしないでもない。どうする、どっちから来る。あ、裏回ってまた行ってるのかな、これは。あ、そんな感じだね。そう、裏をかかれたか。うーん、まあ仕方ない。私もじゃあこれを抑えていくだけだ。そう、これは早めに抑えていきたいんだけどな。どうしよう、次ちょっと待ち伏せるか、ガンダムを。多分こうなると、この、あ、え、こっちから来ると思ったら逆来たか。逆から来るか。あっと、7番 C に行ってしまう。これは良くない。7番の C は仲間を抑えないとダメだ。それはいけない。不満側行くぜ。くらえ、当たれ。あの狭い中でよくかわすな、あれを。よし、とりあえず突き放しておく。いいよ。さあ、そろそろバーストインファイトを決めたいんだから、こっちこっちと。さあ、しっかりと押さえていきたい。さあ、しっかり当てていく。ほらよ、さあ、獲得権。いらっしゃい。やべ。あー、くそ、マニュアル狙った瞬間かよ。そう、ウィングがいいところで。マニュアルは私があまり使わない理由がこれですね。だいたい使うとね、乱戦の中で使うとこんな目に遭うんで、なかなか私としても使いにくいという。1対1ならね、まだしも。いやー、でもまあ、しかし私のチームの勝ちですな。よかったよかった。さあ、やっぱりノラ万歳ですね。いいですね。でも初めて勝ったんじゃないかな、キュベレーマーク2で。私どうだったかな。あ、いや、そんなことないか。2回目、いや、2回目のプライベートの時勝ってるか。あんまりでもこの機体勝率良くないんですよね。なんか戦果が上げにくいんですよ。やっぱりダメージが取れないし、あんまり。チクチクとね、周りの味方の援護してあげるぐらいしかできないんで、俺やっぱりね、あんまり成績は振るわないんですよね。まあ、格闘できなかったけどね。あんまり、バーストインファイト行く、あんまり理由なかったな。意味なかったな、これ。まあ、一回だけウィングにね、あの爪で襲いかかったんで、あれで勘弁してください。やっぱ難しいね。うん。ダメージの方も多分そんなに与えてないと思うわ。うん、やっぱりね。やっぱ難しいよ、このキュベレーマーク2は。キュベレーならまあ、まだ戦えるんだけどね。難しいと思う、この機体。
はい、それではね、私のキュベレマーク2、初実況はこれで終了したいと思います。やっぱりね、こうちょうどイベント期間中でね、乗れなかったっていうのもあったんでね、このキュベレマーク2はなんかイベント期間中に完成したのに、なんか休んでたんだっけな、何日間か、5日ほど休んだんだっけな、その時に完成してたやつだったんで、どうしてもね、実況せずそのままほったらかしててましたね。まあ今回出せてよかったです。はい、今日はこのぐらいにしたいと思います。またね、ちょっと乗ってない機体とか要望されてる機体構成とかあるんでね、またちょっとその辺ちょこちょこっとやれたらやっていこうかなと思っております。そうですね、トールギスも要望来てるんですけど、トールギスの方ね、どっちのトールギスで行こうかと、まあ変な話、どっちもね、走行強化2までは作れてるんですけど、個人的に一番乗りたい機動強化がね、完成してないんですよ。なんでどっちか完成したら行くか、もういっそ諦めて走行強化2で頑張っていこうか、ちょっと悩みどこですね。はい、それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。いまいちキュベレマーク2でしたけど、まあ勘弁してください。それでは皆さん、おやすみなさい。